トゥナノベルグの時間です。はい。世界各国で発見される巨石遺跡と巨石に刻まれし古代文字ペトログリフの暗号を解き明かす究極の考察会。今回は九州に点在するシュメール古説文字とキルト文明の痕跡から古代日本の真実の歴史を超ディープ深掘りしていきます。ということで、はい、お待たせしました。はい、本日からはね、うん、やっと古代日本の真の歴史を紐解く古代文字ペトログリフの暗号解読編でございます。ついにやってきたね。ちょっとここに行くまでにいろんな前提情報が必要だったからね、うん、いろんな話をしてきましたけども、はい、まあ、今回のシリーズは熊本で30年以上ペトログリフを研究している竹内和忠先生の全面協力をもとに制作しているんですけれども、はい、まあ、竹内先生の説を完全に理解するためには、うん、もうめちゃくちゃ膨大な前提知識がね、うん、必要となるわけなんですよ。まあ、すごい知識量やもんね。ですのでこれまでのペトログリフシリーズではその基礎知識編ということで、うん、何本もの動画を皆様にねお届けしてきましたけども、うん、まあ、今回からいよいよその謎の核心へと迫っていきたいと思います。はい、ここからお伝えしていく巨石に刻まれたペトログリフにはシュメールの古説文字やケルトの拝む文字、ケルトが信仰していた神を表すシンボルマークなど、うん、もう普段目にしないようなね文字とかマークが数多く登場します、うんうん、そのためまず最初に復習を兼ねてこれまで基礎知識編でお伝えしてきた内容をガツンとね、うん、おさらいしておきたいと思います。はい、まずペトログリフ研究の第一人者と言われているハーバード大学の教授で米国碑文学会所長であるバリー・フェル博士はエンシェント・ワンワールドという説を提唱しました、うん、世界各国に見られる共通する巨石遺跡やペトログリフを調べ上げた結果、うん、この世界はエンシェント・ワンワールドだった、はい、すなわち古代世界というのは一つの文明によってつながっていたっていうね、うん、そういう考えが米国碑文学会の定説になっているわけですね。はいはい。そしてその一つの文明というのが超古代の地球に存在した巨石文明であり、その巨石文明を生み出したのがとある海洋民族であり、その海洋民族が航海して世界中に巨石文明を広げたのではないかというのがバリフィル教授の説なんですね。はいはい。そして数少ない日本のペトログリフ研究者である竹内和忠先生は、うん、その説に倣い巨石文明を生み出し世界中を股にかけた太古の海洋民族の存在をより深掘りした結果、うん、その謎の海洋民族の正体はラピュタ人であると結論付けたわけですよ、うんうん、実際に学説として定義されている世界最古の遠洋航海を達成した海洋民族ラピュタ人は、うん、今から3600年前から2800年前に存在したとされてますけども、うん、竹内先生はねそのラピュタ人の源流となるラピュタ人がね、はい、1万年以上前から存在し世界各国を縦横無尽に航海していたのではないかと考えたわけです、はい、これは一体どういうことなのかって話なんですけれども、うん、今から7万年前から1万6千年前までは、うん、タイランド湾からインドネシア半島くらいのところはね、うん、今より100メートルも海面が低くて、はい、スンダランドと呼ばれる、うん、まあ、広大な、ね、平野が広がってたんですね、うん、でこのスンダランドから2万年前に生息していた港川人の化石が発見されてるんですけれども、うん、この港川人の主な生息地は沖縄であることが判明してるんですよ。そうやったね。そう、つまり2万年も前からよ、うん、スンダランドと日本行き来していた海洋民族がいたということなんですよ。そうやね。ちなみに静岡県沼津市にある足高山からね、うん、大量に発見された黒曜石の原産地を調査したところ、うん、そのほとんどが神津島っていう離島で採掘されていたことが分かり、うん、3万8000年前の旧石器時代初頭の年代まで遡れることが、うん、近年の研究によって判明してるんですよ。ほー、神津島周辺っていうのはもう水深がめちゃくちゃ深くて、うん、2万年前でもね30キロ以上の航海が必要やったので、うん、その時代から航海してたんじゃないかっていう説が浮かび上がり、はいはい、そうなってくると、うん、世界最古の往復航海は日本で行われていたのではないかってそういう話になりね、なってくるね。今現在研究が進められてるわけですよ。で竹内先生の考える古代世界の流れは、うん、ベルム氷期が終わり地球が温暖化して海面が上昇した紀元前8000年頃、うんうん、ね、スンダランドに住んでた一部の人々は南下し、うん、高い航海技術を持ったポリネシア人となっていった。はいはいはい。そのポリネシア人から
航海技術を受け継いだのが、まあ、海洋民族ラピュタ人ということになるわけですけども、彼らラピュタ人のルーツがスンダランドの港川人なのか、日本に住んでいた縄文人なのか、ポリネシアから発生したのかは定かではありません。はい。しかし日本人とポリネシア人というのは、スンダランドを起点とした深いつながりがあったことは間違いなさそうですよね。うんうん。さて、世界各地を縦横無尽に航海してたね、海洋民族ラピュタ人というのは、木々が生い茂って豊富な湧き水が取れる日本を拠点にしながら、世界中へ飛び立ち、各地でその文化を伝えながら物資の交換や技術の伝播を行っていたと考えられています。うんうん。現在より気温が高く海面が8メートル前後高かった当時の海は、海洋民族ラピュタ人にとっては最高の環境で、北赤道海流を通って中東の方まで行ったり、現在のベーリング海峡も氷が溶けて船で通れるようになっていたため、北極海航路を使って北欧まで航海することができたんですよ。めちゃめちゃ繋がってたわけですね。どこでも行けたと。そのため北欧には縄文土器とかロングハウスなどの古代日本でも使われていた様々な技術の痕跡が残っており、ファンデルビーカーズピープルと呼ばれる人たちが東からやってきて様々な文化を伝えたっていう不思議な伝承がヨーロッパ各地に残ってるんですよね。まあ、そんな感じで世界各地で様々な文化を伝えていった海洋民族ラピュタ人ですけれども、紀元前3000年頃、まあ、今から5000年ぐらい前ですよね。はいはい。世界は乾燥し再び寒冷化していったんですよ。うん。その寒冷化に伴いベーリング海峡が氷で閉ざされたため、大陸に渡ったラピュタ人は現地の民族と同化していくことになったんですね。はい。が戻れなくなって戻れなくなって、まあ、これまでのようにこう自由な動きができなくなってしまったと。うん。で、北欧に渡ったラピュタ人たちはもう最大の拠点だったね、湧き水豊富な日本に戻れなくなったため、まあ、現地にいた森の民と同化していったんですね。はいはい。これが後にセンケルトと呼ばれる人たちに繋がっていくわけですよ。うんうん。で、詳しくはこちらの動画で説明しているわけですけども、その一方で北赤道海流に乗って中東の方まで行ったラピュタ人たちは、チグリス川、ユーフラテス川の周辺で栄えていたウバイド文明と同化をしていき、シュメール文明と移行していきました。はいはいはい。この時シュメールでラピュタ人たちは謎の海洋民族ディルヌン、ブント、マガンなどと呼ばれていきます。で、こちらの内容もペトログリフシリーズのシュメール編で説明しておりますと。はい。こうして海洋民族ラピュタ人が巻き起こした文化の広がりは地球の寒冷化とともに終わりを告げ、でシュメールとケルトの文化へとつながっていったわけですね。うんうん。さらに海洋民族ラピュタの英知は優れた造船技術を持つフェニキア人にも受け継がれ、イスラエルの王ソロモンにも重宝されるようになっていきました。うんうん。ここまでがこれまでの基礎知識編でお伝えしてきた内容になります。うん。ざっくりとですけども、流れで見ることでなんとなく全体像が見えてきたのではないでしょうか。でね、ここからが本題なんですけども、なんと、竹内先生の提唱する説によると、海洋民族ラピュタを起源とするシュメール、ケルト、フェニキアといったさまざまな民族が、遥かなる時を越えて古代の日本に戻ってきていたんじゃないかと。そういう風に考えられているわけですよ。そうやったね。海洋民族ラピュタっていうのがそもそも日本を拠点にしてたから、うんうん、長い時間を経て戻ってきているっていうね。うん。そしてその証拠が日本各地で発見される巨石遺跡とか、はいはい、巨石に刻まれたペトログリフから見出されるということなんですよ。いや、なかなかロマンあるよね。ね。これはもうトゥーランドヴィルグがこれまでしてきたね、様々な考察ともピッタピタにはまってくるっていうね。はまると。とんでもないお話なんですよ。うん。それではね、ここからは実際に九州に眠るペトログリフを見ながら、シュメール、ケルト、フェニキアといった人たちが古代日本に来ていたという証拠をね、見ていきたいと思います。はい。お一人知らない席に眠る巨石群とペトログリフの暗号。僕たちトゥーランドヴィルグチームは、竹内先生のもとにもうかれこれ1年以上通ってね、さまざまな遺跡を見せていただいたんですけども、そんな中でね、竹内先生がものすごく印象的な言葉をおっしゃってたんですよね。ほうほう。それが地名の話なんですよ。地名のね、言ってあったでしょ。うんうん。地名は民族の出自を表す、そして5000年のすり替わりを見ると、またそれは嘘をつかないってね、そういう言葉やったんですね。あったね。この言葉は2007年に文化功労者に選出された近畿大学の教授で日本地名研究所所長だった故谷川健一氏が熊本で行った最後の講演会で語られた言葉だそうです。つまりね、歴史書っていうのは時の権力者の都合のいいように書き換えられてしまうため、まあ、正しい歴史が伝わりにくい。はい。で、口伝というのは継承者が途絶えたり意図的にその内容が変えられるリスクというものがつきものです。うんうん。しかし音で残っている地名は長い年月をかけても集落に残り続け、うん、字を変えながらも現在まで生きた証拠として現存しているんだと。はいはいはい。そういう話なんですね。で、読み方変わったりしても音は変わってない。そう。後ほど詳しく紹介しますけども、うん、この言葉通りのものを僕たちも目の当たりにしてるわけですよ。うん。で、実際にね、竹内先生と回ったフィールドワークではどういう理屈で例えば巨
石を発見したのかとかね、うんうん、ペトログリフを発見したのかみたいなことが、うん、全部論理的で、うん、一定の法則に基づいて考えられ、しかも発見されていくっていう、うん、言うたらもう竹内先生の法則に従って動いていくと、うん、実際に巨石を祀った山とか社が発見されて、うん、さらにその周辺の地名が竹内先生の仮説を裏付けるような、うん、まあ、証拠になっていくみたいなね、出たよな、何これみたいな、ピタピタやんみたいな、おもろかったよね。そう、ほんまに竹内先生の理論通りにペトログリフとか、うん、巨石が発見されていくから、うん、びっくりするんですよね。びっくりするよ。そう、本日の動画はその法則にも触れていきたいと思うんですけれども、うん、ペトログリフシリーズの基礎知識編でもお話した通り、海洋民族ラピュタ人は資源が豊富な山をまず最初に目指したのではないかというのが、うん、竹内先生の理論でしたよね。海洋民族やからね、物資とかないから、うん、まずは資源が豊富な山を見つける。はいはい、山には腐らない湧き水をはじめとする資源が豊富にあるし、まあ、海洋民族にとっても絶対に必要な物資が補充できる場所なんですよね、うんうん、でまた火山には金とかタタレ鉄とか銅、亜鉛、水銀といった豊富な資源が眠っており、生活豊かにするために必要な資源がもうほとんど手に入るんですよ。あると。そのため上陸できる場所を見つけた海洋民族ラピュタ人は、海から山陰を見つけたら河口を探して、うん、まあ、川を遡っていき、うん、で沢から源流を求めた。はいはいはい、湧き水が出るとこね、うん、これで腐ってない飲み水が補充できる。そうやね。彼らが活動していた時期は現在の地球環境よりも温暖であったため、うんうん、海面もね、今より8メートルから11メートルほど高かったと考えられてます。うんうん、当時の海岸線を示すこちらの地図を見てください。この画像は現在よりも海面が13メートル上昇したね、九州の様子をシミュレーションしたものなんですけども、うん、かなりね、内陸まで海岸線が押し上がってますよね。ね、13メートルはそうなるよね。そう、現在の地形で考えるよりね、もっと内陸陸部まで海だったと考えると、うん、現在の標高が高い場所にもラピュタの痕跡が残っていることにも、まあ、説明がつくわけですよ。そうやね、全然違うかったとね、深さが。さて、それではラピュタ人がどのようにして進んだランド、すなわち現在のインドネシアから日本を探索していたか見ていきましょう。はい。海洋民族ラピュタ人は暖流に乗ってインドネシアから日本へとたどり着き、まず最初に九州に上陸します。そこには阿蘇山をはじめとした多くの山々があり、森と山に囲まれた資源の豊富な土地だったわけですよ、うんうんうん、海洋民族にとって山は資源の源になるため、九州まで来た海洋民族ラピュタ人たちは拠点にするのにふさわしい場所を探して、河口を探して源流へと遡っていき、うん、例えば筑後川を源流までたどっていくとこのような感じになります。ほうほう、ね、筑後川をずっと源流に向かって進んでいったら中原という地域にたどり着くんですよ、うんうん、そしてそこからマゼノ渓谷を越えた先にあるのが押戸石山遺跡なんですね。はいはいはい、もうペトログリフモリモリの押戸石ですよ。モリモリのね、この押戸石山遺跡は竹内先生がペトログリフ研究を始めるきっかけとなった遺跡でもあるんですけども、うん、この巨石に刻まれているペトログリフがもう相当ヤバいんです。ヤバいと。まずこの画像が押戸石山遺跡の巨石群を上空から見た図になります。うんうん、綺麗にね、直線上に並んでるのが分かりますよね。あー、ほんまやな。竹内先生はこの並びを見て、ほうほう、この巨石群が下肢線上に並んでることを発見したんです。あー、綺麗にパチンとね、こんな感じですね。うん、で世界各国の巨石遺跡も下肢線上に並んでいたり、うんうん、太陽の光が入るようなギミックがありますけども、うん、押戸石山遺跡にもまさにそれがあったわけです。あるね。そして竹内先生はこの下肢線を延長させた先に、うん、まだなんかあるんじゃないかっていうことで、うん、調べた結果、うん、小上石巨石群の発見につながっていくんですけども、この小上石巨石群については、まあ、後ほど紹介します。はい、それではね、いよいよこの押戸石山遺跡に刻まれている、うん、ペトログリフを見ていきたいんですけども、お、その前にこちらをご覧ください。お、竹内先生の1冊目の書から借りてきたシュメールの古説文字の一覧です、うんうん、これでざくっと見といてほしいんですけども、うん、シュメール古説文字というのは紀元前3500年頃、うん、まあ、今から5500年ぐらい前ですよね、うんうん、その頃にできたとされる世界最古の文字なんですね。はいはい、ここから先に紹介するペトログリフにはかなりの確率でこのシュメール古説文字が刻まれていますので、うん、それではまずはこちらの巨石をご覧ください、はい、この岩はハサミ石と呼ばれる石を通して夏至の日の出の光が当たるように配置されてます、うんうん、でもなんかいろんな線が入ってるからどう見ればいいか難しいですよね、うんうん、まず真ん中に刻まれた穴みたいな部分とニョロニョロした尻尾みたいな部分がペトログリフだそうです。はいはい、このニョロニョロっとした線の形はナーガシン、蛇の文様らしくて、おう、蛇神が刻まれてるというわけなんですよ。なるほど、これはシュメールの古説文字に当たります、うんうん、で次はこちらでございます。なんかすごいペトログリフですよ。
ですよね。おお、なんかね、明らかにこう人為的というか、最上傑が規則的に3つ連なってるから、これはオリオンの三つ星を表してるのではないかと竹内先生はおっしゃってました。なるほど。でオリオンの三つ星を表してるっていうことは、オリオン進行していたと、いうことになりますよね。そうやね。で以前もお話ししましたけども、海洋民族ラピュタ人の源流ともいえる存在は、まあ、ポリネシア人とかになってくるんですけれども、このポリネシア人のマオリ族は現在でもオリオンの三つ星を神聖な星として信仰しており、オリオンの三つ星が見え始める日が新年の始まりとされてるんですね。これは相当やね。そう、そもそも海洋民族にとってオリオンの三つ星はもうめちゃくちゃ重要な目印ですからね。北極星が見えなくてもオリオンの三つ星があれば航海することができると、まあ、それは信仰しますよね。そうやね。でそう考えると、古マオリ族の流れを組むラピュタ人たちが祭祀の場にね、オリオンの三つ星を掘ったっていう、そういう可能性が高そうですよね。そうやね。つまり超古代の日本には星信仰が存在したわけです。で前回の出雲国伝のお話でもそうでしたし、日本書紀の深掘り動画でも暗号を徹底的に掘り下げた結果、まあ、古代日本に存在した星信仰に行き着きましたけども、そうやね、まあ、その考察ともまあつながってくる、つながってくると。出雲国伝では、まあ、徐福が持ち込んだんじゃないかって話でしたけども、もっと前から存在していた可能性があると。あるね、これは。つまり全部が起源一緒かもねって話がありましたけども、そういう話にもなってくる。なるほど。で次はこちらです。ね、この左下に刻まれているのが宇宙神ベルの目のマークですね。ほう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 。でベルってなんやっけって感じですけども、この宇宙神ベルというのはあのケルトが崇めていた主神と言われていて、金属生成の夜勤とか石工の神様だと、まあ、考えられてるんですよ。ケルトはそういう技術を持ってましたからね。以前もこちらのもののけ姫の考察動画で軽く触れましたけども、ハタラといった製鉄では片目でね、こう火を見続けるから、失明することが多かったらしいんですよね。そのため一本タタラという妖怪が誕生するほどやったんですよ。なるほどね。でこの一本タタラの姿っていうのは諸説あるんですけれども、こんな感じでイノシシの姿をしてたり、またある地域では一つ目の鬼神として崇拝されてたりするんですよ。崇拝されたりもする。そう、神様としてね。一つ目というのは夜勤とか石工の神として古代にケルトが信仰していた一つ目の宇宙神ベルが日本に伝わって製鉄のシンボルになっていったっていう、そういう可能性があるわけですよ。確かに同じやもんね。そう、ケルトイコール製鉄やからね。次に宇宙神ベルの右側に注目してください。よく見たらね、ブワーッと斜めに入った線刻があるんですけど、これは水を祈るっていう雨乞いの意味があるペトログリフなんですね。でこれと同様の線刻がスコットランドでも見つかっているので、もうラピュタの頃から伝わるケルトの雨声の印だと推測されます。なるほど。で最後が右上にある赤い線の部分ですね。これはシュメール古説文字でガラム神表す線刻だと言われてます。はい。ガラム神も聞き覚えあんまないけど、まあ、ガラム神っていうのはケルトとフェニキアの民が崇めた、これまた技術の神様なんですけれども、フェニキアといえばね、アルファベットの元となったフェニキア文字を開発した、海洋民族でしたよね。このガラム神を表す線刻はフェニキア文字になるとググって傾いていき、さらにフェニキア文字の発展形というアルファベットでは、G という文字になるんですよ。へえ。で G という文字で技術の神といえば、まあ勘のいい方ならピンとくるんじゃないかなと思うんですけども、わかんないですか。ちょっとピンとこないですね。 G 技術集団である石工のギルドから生まれたと言われるフリーメイソンのシンボルといえば、コンパスのマークと、真ん中ドカンと G のマークですよね。ほんまや。この G には様々な意味が含まれていると言われてるんですけども、ケルトやフェニキアが信仰した技術の神ガラムの G とも言えそうですよね。あ、確かに。しかも石工って技術やからね。さらにイスラエルの王ソロモンが建設したソロモン神殿の建設にはね、フェニキア人のヒラム王が要請を受けてるんですよ。実際に神殿を建設した職人はヒラムアビフであると、旧約聖書にも記されてます。あら。ヒラムアビフはイスラエル人とフェニキア人のハーフです。でこのヒラムアビフについてはこちらの動画を見てください。はい。でフリーメイソンの間で伝えられる伝説では、職人ヒラムアビフはソロモン神殿建設時に同僚の石工に殺害されてしまうんですけれども、この時のねエピソードがね、現在のフリーメイソンの儀式のモデルにもなってるんですよ。おお。入会の時にこのくだりをやるみたいな。へえ。つまりヒラムアビフをはじめとするソロモン神殿の建設に関わった石
築職人たちが、うん、まあ、現在のフリーメイソンへとつながっていくわけですよ。あ、なるほどね。でフリーメイソンのシンボルマークといえば、先ほども言った通りコンパスの中の G とかピラミッド型の三角形に一つ目のマークが有名ですけども、うん、G の文字がフェニキア人とかケルト人が崇めていた技術の神ガラムシンの G だとすると、フリーメイソンがフェニキアの技術者集団から誕生し、うん、フェニキアとイスラエルの血を引くヒラムアビフが神格化しているのにも、もう筋が通るわけですよ。確かに伏線回収ですね、これ。ついにさらに三角形の中にある一つ目マークが、うん、夜勤とか石工の神である、あのケルトのね、うん、宇宙神ベルのあの一つ目マークを表しているとするなら、もう全部の意味がつながるんですよ。確かに、ね、宇宙神ベルはケルトの神様ですけども、うん、フェニキアの護衛として行動を共にしてましたからね。うんうん、そして何よりこのフリーメイソンのマークになるもっと昔の古説文字がなぜか九州のオシト石山遺跡にペトログリフとして彫られてるわけですよ。なぜか九州に。そう、これが事実ならもうとんでもない大発見ですね。確かに。では次にオシト石山遺跡の碑文石と言われる巨石をご覧ください、うん、こんな感じで大きな岩に様々な線が入ってるのが分かりますよね、うんうん、この岩に刻まれているペトログリフはこのようになってます。おう、なんとね、一つの岩に4種類もペトログリフが刻まれてるんですよ。それではね、順番に説明していきます、うん、まずは右上にある黄色の3本の線ですけれども、シュメールで信仰された第一星木を表した線刻だとされてます。はいはい、ね、鳥の足みたいなこう可愛いマークですけども、うん、大地の女神を表してるんですね。そしてその隣にあるのが先ほども別の岩に刻まれていた、うん、ナーガ神を表す蛇の文様です。はいはいはい、その左にあるのがバール神、うん、あのバール神を表すお牛の文様となります。で最後に赤色の線が十字になってますけども、うん、これは奉るという意味を表す、うん、シュメール古説文字なんですね。これ4つのペトログリフを文章にすると大地の神にバールとナーガの民が奉るという風に訳せるそうなんですよ。なるほど、なんかものすごい意味ですよね。だってナーガとバール信仰は別の宗教のようにも思えますし、バールとナーガの民がって言ってる時点で、なんか2つの民族がいたっぽいですよね。そうや、言い方的に、でこの日本の地にたどり着いた様々な人種の人々が、この地で多神教な世界を築いていたんじゃないかって、そういう風に考察できるわけですよ。確かにそうなるよね。そう、別の国やったら敵対してたかもしれないような、いろんな民族が日本では同じ場所に、ね、大地の神に建て祀ってたみたいな、ね、同じ岩にね、すごいよね。すごい、日本の巨石遺跡にね、こんなペトログリフの数々が刻まれてるって、めっちゃすごくない、すごい、ほんまこれ有名でなさすぎて、誰も知らんけど、ほとんど研究してる人おらんわけやもんね。そう、この推しと石山遺跡の祭祀場は、6500年前頃に作られたものだと、武智先生は考えてます。はい、でその理由としてね、この岩の下に7300年前の機械カルテラ大噴火によってできた地層があるからなんですよ。おお、そのため7300年前にも新しいということが分かるんです。なるほどね。そしてさらに、この祭祀場には、北極星を基準にした巨石の配置がないことから、北極星が見えなかった年代に作られているということも分かるわけです。うわ、すごい。この北極星が見えてた時代、見えなくなった時代に作られた遺跡というのも、超重要なポイントなんです。そもそも北極星っていうのは、地球の地軸の延長線上に見える恒星です。ただ地球の地軸っていうのは歳差運動によって25772年で一周するため、時代によってこう見える星がちょっとずつ変わっていき、場合によっても真北じゃなくなって、北極星が見えなくなったりするんですよ。つまり真北に輝く北極星は時代によってあったりなかったりするわけです。でこの北極星というのは6000年前からスバンという北極星が見えるようになるんですけども、それまでは見えない時代が続いてたんです、そのためその時代は北極星を基準に巨石を配置できなかったんですね。そうやね。そのことを考えると、オシト石山遺跡が作られたのは、北極星ツバンが見え始める6000年前よりは古いと、古いということが分かるわけです。なるほど。これらのことから、このオシト石山遺跡の巨石たちは、機械カルテラ大噴火があった7300年から、北極星が見え始める6000年前の間に配置されたものだと、いうことが推測できるんですよ。確かに、もそれが結構正解っぽいもんね。めちゃくちゃ信憑性高そうな、合理的な推理ですよね。そうやね。でこの遺跡が作られたのはその年代なんですけど、この岩にペトログリフが刻まれたのはそこからもっと時代下ってからだと、推測されてるんですよ。言うたらペトログリフを刻まれてるシュメールの古説文字が使われていたのは5200年前からやから、巨石遺跡が作られてから千数百年後にやってきた別の人たちが日本の巨石遺跡を見つけて、シュメール古石文字を刻んだっていう、
そういう流れになるわけですよ。なるほど。すごい長い時間かけて、いろんな民族によって作られていってるみたいな。はいはいはい。シュメール古説文字がね、ペトログリフとして刻まれたということは、海洋民族ラピュタ人たちが作った祭祀場、まあ巨石遺跡に、時代が下ってからやってきたシュメールの民たちが、その証を刻んだと。いうことになるんですよ。そうやね。そう、つまり巨石遺跡という目印をもとに、年代を超えた様々な人種がこうミルフィーユ状に痕跡を残していると、いうことなんです。おもろいね。そう、オシト石山遺跡の巨石には宇宙神ベルのマークが刻まれてましたけれども、このベルという神はケルトで信仰されていた冶金とか石工などの技術の神様でしたよね。ということはつまりシュメールの人々と共にケルトの集団も日本に来ていたことが、わかるわけですよ。そうやね。信仰してた神様から逆算して分かっていくっていうね。さらに碑文石には蛇神と共に大牛のマークまで刻まれてましたけれども、大牛をシンボルとする神といえば、ね、あのバール神ですよね。はい、フェニキアの深掘り会でもお話ししましたけども、バール神を信仰していたのはエブス人と呼ばれる人たちで、その別名をフェニキア人と言いました。オシド石山遺跡には超古代にラピュタ人が巨石を配置し、その巨石にシュメール、ケルト、フェニキアといった3種族がペトログリフを刻んでるわけです。それじゃあ碑文石に刻まれてた蛇神は何って感じもしますけども、シュメールの民の中には蛇神を信仰する人々もいました。シュメールの最高神エンリルは大牛で描かれることが多かったんですけれども、お兄ちゃんのエンキは蛇の姿で表されてました。もう完全に下半身が蛇ですね。この辺は次回の動画で詳しくお伝えするんですけども、そのシュメール人の中でもアジアに強いパイプを持つ一大海洋民族が存在し、蛇神であるナーガ神をトーテムとして祀る一族がいました。で武井先生はこの一族がケルトとかフェニキアと共に日本に来ていたと考えてはるわけですよ。はいはい。さて、そんな感じでオシト石山遺跡で発見されたさまざまなペトログリフを解読した結果、シュメール古説文字を使って、蛇神のナーガ神、宇宙神ベル、そしてバール神といった3つの民族の神々が、刻まれていたことが分かりましたよね。分かりますね。しかし武井先生の推理はこれだけじゃないんですよ。冒頭でも述べた通り、地名に残された音にも注目し、深掘りされてるんですね。なるほど。まずオシト石山遺跡から少し北に行ったところに中丸っていう、そういう地名があります。これはナーガとバールの民の町としてナーガバールナガバルになったと武田先生は言います。おおもろ。これだけやったら根拠薄いけど、そのすぐそこにオシト石山遺跡があって、そこにナーガとバールが実際に祀られてて、書かれてて地名にも残っている。あーほんまや。まさに地名は民族の羊を表すと、いうことになるわけですよ。そうやね。しかも日本にはバルとつく地名が99箇所あるんですけども、そのうち97箇所が九州沖縄に集中していて、もうほぼ大部分が九州なんですよ。ほんまやな。ってことはその地域にバール神信仰があったからだと考えると、ついつまが合いますよね。そうやね。大陸からね日本に渡ろうとしたら、対馬から日本に渡るのが一番効率いいというか、その手段しかほとんどないから、必然的に九州に民族が集まっていくと、もうそこ入り口やもんね。そう。さらにオシト石山遺跡の南側には大観峰遺跡っていうのがあり、紀元前8000年頃、今から1万年ぐらい前ですよ。めっちゃ前や。1万年ぐらい前の人々の住居跡や旧石器、黒曜石なんかが出土してるんですね。ということは巨石遺跡ができる以前から、ね、この地域には縄文人とか海洋民族ラピュタ人が生活していたんじゃないかということも考えられるわけですよ。そうやね。火山が多く森の恵みと湧き水が豊富な九州、ね、熊本なんかは、古代の世界では楽園のような場所だったのかもしれませんが、7300年前に起こった機械カルデラ大噴火によって、古代日本の形は大きく姿を変えた可能性が高そうです。そうやね。どえらい噴火でね。そう、オガムイシ巨石群のペトログリフ。では次にオシト石山遺跡の実践を伸ばした先にあるオガムイシ巨石群を見ていきましょう。はい。オガムイシ巨石群っていうのはオシト石山遺跡の巨石が下肢線上に並んでいることに気づいた竹内先生が、北欧では、ね、巨石遺跡はレイライン上に並んでいるんだっていう事実をもとに、その場所を予測して再発見した遺跡なんですね。なるほど。再発見っていうのは実は最初の発見は昭和4年で、熊本中学校の先生と生徒が発見してるみたいなんですよ。そして当時の東京帝国大学教授に調査依頼をして、昭和5年に調査を終えた結果、この一連の巨石群は
有史以前の巨石文化である、うん、大切に保管するようにと報告してたみたいなんですね。すごい。しかしね、当時の日本っていうのは、うん、報告士官の強い軍事主義の中やったからね、まあ、神武天皇以前の話になっちゃうから、はいはい、有史以前の歴史などあってはならぬと。ならぬとね、そんなあかんってことで人々の記憶から消し去られてしまった。昭和のめちゃくちゃ前半にあったみたいなんですよね。そんな小釜石巨石群には8号目あたりに巨大縦石のストーンサークルと、うん、頂上にある6個の大石のストーンサークルがあるんですね。さらに車を止めてから頂上に向かうまでの道中にも2つの巨石があり、うん、そこにはそれぞれこんなペトログリフが刻まれてるんです、うんうん、こちらはドット&レインっていう線刻が刻まれたペトログリフですね、うんうん、これはもう自然地帯とは思えない人工的なこの跡ですよね、うん、なんかね綺麗にねシャンって硬いからねこんなんね。無理やでな。このマークをペトログリフ学的に言うと、うん、ドット&レインっていうのは雨が降ると大地に水玉ができて命が生まれると、うんうん、そういうことを表しているとされてます、うん、さらに角度を変えてねこの石見たら、うん、こんな感じで三角形に彫られたものがあるんですよ。不思議。そう、この三角形はシュメールの古説文字で神を表す、うん、ドという記号になり、おう、この記号がアルファベットの D になったと考えられてるんですよ。あ、D。そう。だからシュメールの時代はこの D のマークが神を表してた。あら。D で神と言ったら漫画ワンピースを彷彿させるし、うん、テンプル騎士団とかもね、はいはいはい、全部 D が入ってる一族やったやんか、ね。そうやそうや。ワンピースの作者で小田先生も熊本出身なんですよ。うん、あら。ペトログリフ盛りだくさん。ポーネグリフとか出てくるし、うんうん、もしかしたらこのペトログリフを調べてた可能性もあるわけですよ。あるねこれ。ね。でもそうなってくると。うん、発見者竹内先生の功績やばね。確かにすごい。これ見つけてるわけだからね。すごいや。小釜石巨石群に話を戻すと、うん、さらに斜面を登っていくと階段が出てくるんですけども、うん、その階段の途中にこんな石が出てきます、うん、この石の中央部分にはハイクロスと呼ばれる、うん、ケルトの十字マークが刻まれてるみたいです。この石を過ぎて少し登ったところが8号目の巨石の拝殿になるんですね。うんうん、僕たちも実際に見に行きましたけども、うん、8号目にある拝殿とされるストーンサークルは、うん、山の斜面にいきなりドカーンと出てきて、うんうん、もうかなりの迫力があり、うん、それでいて不思議な空気を漂わせるっていう、うん、神聖な場所だったんですよ明らかに。明らかにね。そうで、この拝殿の組石の中で岩倉の隙間からね中に入れる場所があり、うん、こうほふくしながら中に入るとその壁面には、うん、こんなペトログリフがありました。で上から見ていくと丸にギザギザの線が天の竜神を表し、その下の逆向きになっている丸と曲線が蛇神を表しているそうです。あら。さらにその下にあるダンベルのような形をしているのが、うん、命の神を表すピコ神で、うん、最後の三つ股の槍のような形のペトログリフが女神を表していると考えられてます、うん、これらを文にしたら、うん、天空の竜神と大地の蛇神がここに女神を生んだと。うお、天空の竜神と蛇神がね、やば、結ばれて生んでいると女神をという天地創造神話とも言える内容になるそうです。うわ、なんかこうドラノブヨの交差点にもつながるような、まあいろいろとね、すごいメッセージ感じるよね。ありますよね。そしてこのペトログリフがある面の対面にあるのがこちらのペトログリフです。ほう、出ましたね。あら、出た一つ目シンボルです。目だね。これはおしといしやめつけの巨石にもあった宇宙神ベルの目玉のペトログリフでございます。これが同じ消し線上にあるわけですよ。あー来た、すごいね消し線ね。まるで対面に刻まれた4つのペトログリフを上から見下ろすかのような場所にケルトが崇拝していた宇宙神ベルが刻まれてる。うほー、ね、つまりこの場所にもケルト人が来ていたということにもなります。なりますね。さらにこの拝殿の裏側に行くと三角形の隙間からこのペトログリフが覗けるようになっていて、うん、神聖な拝殿の中に入らなくても、うん、この線刻が見える作りになっているんですよ。なるほどね、ちゃんと見えるように。そう、それ鑑賞用の場所があると。おもろ。画像やったら伝わりにくいんですけども、こっからバチンと見えるし、めちゃくちゃすごい眺めなんですよね。はいはい。この拝殿を構成する巨石は8メートル級のものすごい大きさなんですけど、この緻密な設計で三角形の覗き穴を作ってよ、うん、しかもちょうどそこにペトログリフを彫り込んでるってまあよくよく考えたらありえない技術ですよね。いやすごいな。三角形にこう目で見るっていう、うん、見て、あら、神の視点よねこれ。ほんまや。っていうのが作られてるんですよ。これはもうどんな技術を使ってるのか全く謎ですけども、うん、この覗き穴のすぐ横にも
まるでこの拝殿の全体を見渡すかのような宇宙神ベルのペトログリフがありました。おお、すぐ横にこれですね。あら、これまたすごい目よね。すごいな。で、拝殿を過ぎてそのまま上に登っていくと、ね、しばらくしたらこんな巨石が出てきます。おお、見てこれ。うわー、なんこれ。もう顔面というか宇宙人みたいなね。あー、目の確かにウルトラマン的なね。ウルトラマン的なね、これ全体で。で、竹内先生もね、これ何ですかって聞いたら、めちゃくちゃ真面目な顔で、宇宙人の顔だよって返しちゃったから、いや、ほんまかいなと思ったんですけど、この三角形の穴は神を表す D、どうということでした。はいはいはい。また古代のシュメールでは五角形の図をイルガガといい、我に水を祈るっていう、そういう意味になるそうなんですけども、この宇宙人の目も五角形の形にも見えるから、雨乞いのペトログリフなのかもしれない。なるほどね。ちなみにいろんな伝説がある聖徳太子いるじゃないですか。はいはいはい。イエス・キリストみたいに馬小屋で生まれたとかね、いろいろ言われているこの聖徳太子がイカルガの宮っていうのも作ってるんですよ。イカルガ。そうだ、このイルガガとすごく似てるけど、ほんまやな、まあ、みたいな感じで、まあ、昔からこのイルカガ信仰っていうのはあったのかもしれないよねと。そしてこの頂上にあるストーンサークルの一つに刻まれているのが、こちらのペトログリフです。おい、これですよ。あら、ね、サムネにもなったことあるよね、これ。これね、よう見るやつ。弘法大師のゾーリアトと呼ばれるこちらの宣告は、竹内先生曰くケルトの拝む文字だということです。この拝む石巨石群も押戸石山遺跡と同様に7300年前の機械カルテラ大噴火の層よりも上にあり、さらに北極星を基準にした排斥がないことから、あ、やっぱり7300年前から6000年の間に作られた遺跡だと言います。同じパターンや。そう。そしてそこに刻まれているペトログリフも押戸石山遺跡と同様に巨石遺跡が作られてから数百年後に刻まれたものだと、いうことなんですね。なるほどね。シュメールの古説文字やケルトの宇宙神ベルが刻まれていることから、押戸石山遺跡と同様にシュメール、ケルト、フェニキアの集団が来ていた可能性が高いと、竹内先生は考えているわけですよ。それにしても推理通りバチッとね、特定の民族のペトログリフが狙った場所で発見されるってすごいよね。すごいよ。そう、日本最古の神社と海洋民族の痕跡。さて、ここからは1万年前から約5000年前の海洋民族ラピュタが活躍した時代に話を移します。うわーっと黒潮に乗って九州にたどり着いた海洋民族ラピュタ人は、天草地方を経て八代海へ到達します。そこで最初に出会うのが緑川の河口なんですね。ほうほう。当時は海面が今よりも高かったため、海岸線はかなり内陸部へ下がっていたので、若宮神社が最初の上陸地点だったのではないかと竹内先生は言います。なるほど。この付近に海洋民族ラピュタはまず拠点を作ったわけですね。そしてその拠点をなぜか知っていたシュメール、フェニキア、ケルトの3民族が数千年後にたどり着いたと、いうことなんです。この場所にね。で、不思議なことにね、ここから緑川の源流に向かってずっとたどっていったら、その流域にフェニキアの痕跡が地名となって現れ始めるんですよ。そうなん。そう、ドイツ民族学者のゲルハルト・ヘルム氏は著書フェニキア人の中で、フェニキア人は地名作りの名人であると、そういう風に書いてるんですよ。この著者によると、フェニキア人は自分たちが住んでいる場所にフェニキア人が信仰する宗教や文化などを地名に入れて、その痕跡をしっかりと残していると言うんですね。そうなんやね。分かる人で分かるようにしてるんですよ。なるほど。暗号のように、俺たちはここにいるよってね。こういう暗号化も、フェニキア人はめちゃくちゃ口が堅い、超秘密主義って言ってたよね。はい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 。大事なことは絶対言わない。言わないけど、こういう風に暗号で残していってるっていう、バレへんようにね、地名とかでね。はぁ。例えばフェニキアの都だとトゥリオスがあります。トゥリオスというのは別名通路とかツールという発音で呼ばれることがあるんですけども、フェニキア人たちは自分たちの生活する場所や交易する町にツールとかツルガルという地名をつけたり、信仰するバール神の名前からバーレス、バレー、バルドなどの地名をつけてたんですよ。さっき言ったバルっていう名前がめっちゃあるみたいな感じでね。はい、九州にね、バルがめっちゃあると。それはもうフェニキアの痕跡なんですよ。そういうことね。つまりフェニキア人は自分たちの信仰や文化を各地に地名として残し、フェニキアのテリトリーを表してたんですね。なるほどね。で、押戸石山遺跡の北にある集落にも中バルと、でバールの名を残してましたけども、地名にはそういった民族の出自が表されるわけです。しかもこのフェニキアは多神教的に、ね、ナーガも一緒に名前にして長バルにして、はいはいはい、ペトログリフでもナーガと
バールを待ってたから、ちょっと特殊な状態ではあるんですけど、かなりね、この緑川の流域にも地名作りの名人であるフェニケの痕跡が見られるわけですよね。えまず若宮神社から緑川を遡っていくと、ヒランバルというヒランバル地名が現れます。バルやなんとね、フェニケアノとテュロスのヒラモーの名と信仰しているバール神の名が合わさったヒランバル、ヒラムとバール、でヒランバルという地名が出てくるわけですよ。すごい。そしてその隣の地域にはマガノとかマガノという地域が出てきます、しかも地元の人たちはこのマガノという地域をマガンと呼んでるんですね。マガンで、マガンというのはシュメールの中心になった3つの海洋民族であるギルム、フンとマガンのマガン族のことを指します。あら。でこのマガン族というのはアジアに広大な流通網を持つシュメールの一大海洋民族やったわけですよ、でこのマガンはカンボジアに流れるメコン文明のメコンの語源になったとも言われていて、後のクメール王朝へつながる文化を伝えたと考えられてるんですよ。あ、すごい。シュメールからクメールになったと、いうことですね。なるほどね。これ音の話ですけど、日本にはそのマガン族の名前がそのまま残された地名が現存しているわけですよ。まあ、そう考えるとめちゃくちゃすごい話ですよね。なぜならね、このマガン族が一族のトーテムとして崇拝してたのが、蛇神ナーガやから、このつじつまが合うんですよ、名前にも残されてて、ペトログリフとして刻まれてる。刻まれて、そう、シュメールの民としてね、古説文字を刻みながらも、蛇神のペトログリフが刻まれてたのは、このマガン族がいたからだと、一緒にいたからだと考えると、押戸石山遺跡にも小亀石巨石群にも蛇神の聖国が入ってたことにも加点がいくんですよ、まあそうやね。シュメールという特徴を持ち蛇神ナーガを祀ってるのはこのマガン族以外ありえない、はいはいはい。でこの緑川流域ではないんですけども、緑川の一本北に流れている白川の流域にはこのナーガが名につく長神社、そのまんま、そういう神社が存在するんですね。はあ、まんまなんよ。まんまや。ナーガの長よね、これ。長やな。しかも中に入ると参道が分岐してて、左に進むと本殿、右に進むと石造りの祭壇のような遺跡があるんですよ。でこの祭壇のような遺跡がマガン族が作ったナーガの神殿だと竹地先生は考えてるんですね。見てこれ。あーらら、一緒に行った。あー、ここやん。ここやん。行ったわ。一緒に行ったよね。カンボジアのアンコールワットみたいやみたいなこと言うてたよね。あ、言うてたわ。神社っていうのも神殿やったよね、これ。俺なんかすごかったな、右側の石は確かに。そう。話を戻すと、緑川の流域にマガンと呼ばれる地域があったっていう話ありましたよね。その南側には鶴川が流れる三里町があり、三里町役場があるところを鶴と言うんですよ。鶴。竹地先生の理論とフェニケの習性を考えると、これはフェニケの都であるテュロスの別名スルという地名がそのまま残っているということになるわけですよ。そういうことやね。 そして次の友知町まで緑川を進むと、そこにはシドンバルという地名が出てきます。あ、またバル。そう、旧約聖書にも出てくるフェニケのシドン人は、造船技術を持つ技術者でしたけども、このシドン人の名前が地名としてここに残されているっていう、はあ、そう見ていくとめちゃくちゃ分かりやすいですよね。すごい流れで全部入ってる。そう、竹井先生がすごいのってこの理論で、まあ、関東に初めて遠征した時も、もう理論通りに巨石とかペトログリフ発見してるから、あれね、やっぱね、僕も一緒にいててほんまかなと思うけどほんま出てくるからうわってなるから、この理論が正しいってことが分かるんですよね、一緒にいると。ほんまやったもんな。そう。そしてこれらの痕跡をたどった先にある緑川の源流の場所に立つのが、日本最古の創建と言われている平立神宮なんですよ。あら、これまたピタピタすぎてもうびっくりなんですけど、超有名な。竹井先生はこの平立神宮の春木宮司がまだお元気だった頃に、直接その言われについての話を聞いたみたいなんです。で春木宮司によると、6000年以上前に大宇宙より火の玉と水の玉が降り立ち、この地に宇宙万物の根源を発せられたと言ったわけですね。ほう。そしてそのより知るとして、ヒノキの大樹が生まれ、宇宙豊穣を約束したと。何の話って感じやけどやんな。それにより世界万国から人民がここに参拝して、人と神、民と民の和合の地となったよと、そういう風に伝えてるんですね。はいはいはい。よう分からんけど、6000年以上前で熊本で火の玉とかってなってくると、でまあその火の玉噴火よね、機械カルデラ大噴火でわーってなって、でそれが雲になった雨が降るみたいな、
そしてラピュタ人とか世界中に拡散していって、はいはい、でまあそこを思い出す世界バンコクから人民がここに参拝して和合の地となったと考えると、うん、ラピュタの英知を受け継ぐシュメール、ケルト、フェニキアの人たちがもう一回戻ってきて、うん、多神教のペトログリフを刻んでるってことにもはつながってくんねん。なるほどね。で人々は五色の五兵と呼ばれる祭祀で用いられる祭器と五色のお面を奉納したというんですね、うんうん、だから五色人ですよ、はいはいはい、世界中から、ねうん、いろんな人種の人たちが集まって平和を祈願するっていうのが、はいはい、平立神宮のお祭りにありますけれども言うてたね。このペトログリフを読み解いていって、うん、実際にいろんな信仰の人たちが集まって戻ってきてて、うん、それが最終ラピュタにつながるラピュタが日本を拠点にしていた、はい、もういろんなことが一つにつながるんですよ。なるほどね。そうすごい壮大な話になってくるんだけど、古代日本のベースのところに、うん、少なくともその三民族がいたと。はいはいはい。そうなってくるとこの平立神宮でやってる祭りの意味もそういうことそうってなってくんだ。なるもんな。このように緑川を遡っていくとフェニケやシュメルの民であるマガン族の痕跡が残る地名が出てきて、うん、ペトログリフも出てきて、うん、その源流にある平立神宮には古代の日本に世界中から人が集まってきたよっていう、うん、伝承がもう実際残ってると。残ってると。これはもう古代日本の見方変わってしまうレベルの話ですよね。すごいこっちゃですよ。竹内流ペトログリフの発見法。竹内先生の話を聞いてたら、うん、古代の海洋民族が残した巨石遺跡の見つけ方に法則があることが分かりました。はいはい。まず巨石文化は海洋民族が伝播させたというね、うん、ハーバード大学のバリーフェル教授の説をベースに考えると、巨石遺跡こそが海洋民族にとっての重要ポイントにあるということがわかるわけですよ。うん。竹内先生はフィールドワークで現地調査をする際に形のいいね、綺麗な三角形のねカンナビ山を探して、うん、そこに向かう川をたどって源流までを地図で見ていきます。はいはい。ちなみにカンナビ山というのは信仰の対象として古代人に祀られていた山のことを指すんですけども、うん、竹内先生はピラミッドくらい綺麗な三角形の山をカンナビ山と呼んでおられました。うんうん。これは海洋民族が海上から陸地を見るときに生きるために必要な資源である腐らない水、湧き水が出るであろう場所を見つけるために、うん、まあ、こういうねこうポイントが重要だったと。はいはい。で湧き水が出る場所には、まあ、ここは重要な拠点やなってことで岩倉を作って、うん、祀ってたと考えると、うん、まあ、山の神様を信仰するというかね、河口から源流をたどっていくことで水の湧き出るポイントに近づき、その岩倉や最初行った排浄穴のある岩などが発見されていくんですよ。はいはい。実際に実際ね。そう。そして竹内先生はさらにその源流付近に神社とか遺跡がないか探し出して、うん、その地名とか信仰の形からさらに考察を深めていくんですね。竹内先生は海洋民族の文化とか風習を徹底的に調べ上げて、うん、その情報を頭に入れた上で古い地図を見ながらこう調査ポイントを探していくので、うん、その海洋民族がどんなことを重要視してたか、うん、その理由とか意図、行動範囲を推測して調査してるんだそうですよ。すごい。すごくない？もう言ったら話がむずすぎるからいけないけど、前提情報がないとマジで意味がわからんから、そうやね。ね、やっぱ基礎知識めっちゃ大事なんやけど、うん、僕たちが竹内先生がいろいろ聞いていく中で衝撃を受けたのが、うん、初めて関東へ遠征調査に出かけたね、そういう内容を聞いた時でした。うん、海洋民族ラピュタ人っていうのは、まあ、海流に乗って、まあ、ポリネシアと日本を行ったり来たりしてましたよね。うんうん。で、遠洋航海をする海洋民族にとって、まあ、海流というのも道みたいなもんなんですよ。うんうん。そして日本周辺の海流を見たときに、うん、太平洋側に流れる黒潮に乗ったとしたら、うん、東京湾とか相模湾沿岸部あたりが上陸ポイントになるんじゃないかと、まあ、推測したそうなんですね。おお。要は潮の流れから、はいはい、どこに上陸するかを当てていくっていうね。すごい。こういった理由から遠征先を関東の相模湾周辺に決めた竹内先生は、うん、潮を見てね、うん、そこから地図を見て地名を見たり、うん、縄文遺跡の場所をピックアップして、うん、まあ、大体の見当をつけてから、まあ、現地に赴いたそうなんですね。すごい。ここでやっぱり重要になるのが地名みたいで、うん、ね、地名は民族の出自を表すという言葉をもとにその痕跡を探していくみたいです。竹先生は関東に遠征する際も地図で確認しながら、あ、鶴見川あるやんとか、うんうん、ね、鶴川という駅名見つけたり、うん、さらに伊豆半島には真鶴という地名を見つけたので、これはもう完全にフェニキアの痕跡だと、うん、さらにその周辺にある縄文の遺跡などをピックアップしてから、まあ、現地に赴いて、うん、まあ、実はこうフィールドワークしていくと、だいたい絞れてるから、うん、やっぱりこうバンバンね、まだ発見されてないようなペトログリフとか、うん、古代の海洋民族の痕跡がもう見つけまくるんですよ。で、西谷と横穴墓群、杉山神社北遺跡、市ヶ尾横穴古墳などなど縄文の痕跡が集まる地域で田端環状積石遺構という下水線上に並んだこう巨石の遺跡があるんですね、うんうん、この遺跡は下水線上に石を並べ、さらに昼ヶ岳というところに当時の日の入りが拝めるように作られてるんですけども、うん、現地
地に赴いた武市先生はその形状から、うん、海洋民族ラピュタ人が8000年前くらい来ていたということを確信するんですね。そして真夏にある人との岩屋を見に行くと、うん、ウェペトログリが刻まれた石がもう散乱してた。散乱してた。まずこちらの石を見てください。あら、ね、これも完全ペトログリフよね。これですね、上部が拝む文字で、拝む文字があるということはケルトが着ているということですよね。うん、そしてその下には二重の円がありますけども、うんうん、これはシュメールの太陽神ウトゥを示すマークなんですね。はいはい。ということはシュメールの民も着てたと。そして一番下にあるのはガラム神を表す L 字が少し曲がった形と、縦に一本線が入って十字になった線刻なんですよ。うんうん。で、竹内先生曰くこれはガラム神を奉るという意味になるそうで、うん、マナツルというツールですよね、うん、フェニケの名残が残る地名にもうシュメールとケルトの痕跡まで出てきたから、ギュッと熊本と同じ流れですよね。うん、シュメール、ケルト、フェニケの団体が、うん、古代にこの地に訪れてたというのが分かったと、うん、いうことなんですよ。はいはいはい。それをもう地図から行って実際に赴いて発見まで行くからピタピタ行くんですよ、リアルに。すごいよな。さらに次の石を見てください。おい、これもすごいよね。かなりがっつりめに刻まれてますね、これ。めっちゃ綺麗に入ってるね。そう、もうこれ最近なんちゃうかなぐらい綺麗よね、これ。なあ。左側にあるのが先ほどもあった太陽神ウトゥの二重の円ですね。はいはい。これはもうシュメールのマークです。その右側ですよ、これ。スワスチカと思われる図が描かれてますけども、うん、このペトログリフは武力の象徴として使われたマークだそうで、うん、傭兵として同行してたケルトが使ってたんじゃないかと考えられてます。はいはいはい。で、その右上にあるのが砂時計のマークですよ、これ。うんうんうん。50の。ああ、あれのね、こないだ言ってたやつ。そう、このマークはシュメールのエンリル神を表すというお話でしたよね。はいはいはい。ということはこれまたシュメールですよね。ですね。そして右下にある線刻がお牛のマークで、うわー、バール神なんすよ。揃っとるね。だからシュメール、フェニキアも蹴るところ確定なんすよ。確定や。この三世族が行動を共にして、うん、まあ、日本中動き回ってたっていう話にやっぱなってくるんすよね。そういうことよね。そう。で、次のペトログリフがこちらでございます。ね、またまたすごそうね。あー、綺麗にね。こんな初めて見たよ、これ。出てけえへんの、このネットとかでも。確かに。で、右にあるのが、これまたシュメールの大使、ウトゥの二重線で、うんうん、その左側にあるのも、シュメールのペトログリフで、天候の神として崇められていたアラド神の雷マークなんですね。なんか特徴的なマーク、なんか見たことあるよね、なんか。なんかね、なんかあるよ、これ、記号みたいな。ね、アラド神は、メソポタミア神話において、天候とか嵐を操る雷の神様とされていて、うんうん、バール神とも同一される。おー。そういう神様なんですよ。はいはい。で、見て、これ、手に持ってるやつ。おー。これ、フラ。あ、それとね、あ、確かに。さっきのペトログリフ、これアダトのマークって言ったよね。はい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 。左手にこの黄色の線刻と同じ形のものを持ってるんですよ。しかも頭に角生やしてるから、はいはいはい。王子と象徴されるバール神と統一されていくわけですけども、うん、このアダト神のマークが日本の石にペトログリフとして刻まれている。刻まれている。海洋民族は海をテリトリーとする航海の民やから、うん、航海には風や嵐などのね、天候がもうめちゃくちゃ重要な要素となるわけですよ。うんうん。そのため海洋民族は風の神様を信仰することも多くて、実際シュメールでは風神エンリルが最高神やからね。うんうん。そういう風になったのもシュメール人がもともと海洋民族やったことが影響してると考えられるわけですよ。なるほどね。つまり天候を操り嵐を起こす雷の神アラド神を海洋民族であるシュメール人やケルト、フェニケの民が信仰していてもおかしくないよと、いうことなんですね。はいはいはい。まあ、そもそもバール神と統一されてるし、うん、まあ、このように海洋民族の文化とか行動基準を知ってると、地図上で確認はするものの、初めて行く地域で、こんなにも多くの発見ができるということを、武井先生も身をもって教えてくださったんですよね。なるほどね。これはほんまに完全に知識ないと無理やもん。ねえ。めちゃくちゃおもろいよね、これ読み解けていくと。日本中でこういろんな人たちが、ペトログリフを発見できるようになっていくわけやから。ほんまやで。見てる人たちも、うん、うちの地名がとか、はいはいはい。絶対めちゃくちゃあると思う。これ一発でいけるね、確かに。これ教えてくれたら。で、これ怪しいぞっていう地名は、うん、やっぱ探していくとね、川とかその辺山とか見ていって、うん、怪しい山とか見て登ってったら、はいはいはい、新ペトログリフ出てくんで、これ多分。確かにこの動画見てもらって知識パン入れてもらったらね、ねえ、ぜひね、この動画見た視聴者の皆さんもご自身が住んでる地域でいろいろと調べてみて、うん、古代日本の隠れた歴史を発見してもらえたらと思います。面白い。面白い情報があればツイッターの方でハッシュタグトラチューとか、うん、ハッシュタグペトログリフみたいなことつけつぶやいてもらえれば、はい、僕たちがチェックしますのでね。確かに。ぜひツイートしてください。みんなで見つけましょう。ねえ、見つけたいよね。見つかるよね、絶対。これだってね、カンナビ山からのね、川の源流からの地名見てみたいな話でしょ、ね、東北がまだ哲学やから、あ、だから竹先生やっぱ九州の人やからね。そうやね。主にその辺りやけど、まだまだ多分あるよ。ありそうやね。関東でもそんだけ見つかってるってことは。ねえ。いやね、も
おもろいよねこれ、ほんま一生できるわ。確かにすごいわ、ね、今回の動画の内容かなりのビッグモリューブでしたけども、いかがだったでしょうかね。あーいやね、皆さんどうですかね。ね、今回の内容頭叩き込めば、うん、新たなペトログリフもね発見できるかもしれないという、うん、ペトログリフを探すことがオープンソースに今この瞬間になったっていう確かにそういう伝説界ですよ今日。みんな探し出すんだよ大ペトログリフ探し時代ですよ一気に日本のペトログリフ全部わかる全部わかるんですねそんな時代が今から来るかもしれないブランドペトログリフによって面白い。ってなったら俺たちも歴史に刻まれる。これ確かに。じゃあ竹内先生が刻まれるお前俺らじゃその人の吹き出しとかやの俺らピョッてね。次回の動画は、うん、これまでのこういった情報をもとに、はい、ついにですよ、うん、竹内先生の考える世界史と、うん、日本史まで行くからうわこの真相を解説していきたいと思います。すごいぞそれ。つまりペトログリフを用いた歴史考察編に突入していくわけですよ。うわついにね来たよこれね。すごそうや。ということで本日はここまででございます。はい、もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、で動画の感想とかもう今日の感想なんかめちゃくちゃ聞きたい、うん、まあ確かに、ね、応援のメッセージもめちゃくちゃ楽しみしてますので、うん、ぜひコメント欄からお知らせください。お願いします。で概要欄に僕らの SNS もありますし、うん、いち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドビルの公式 LINE とか、はい、でもう一つのチャンネルトゥーランドクエスト、うん、で YouTube では絶対に話せない裏側を公開しているニコニコチャンネルプラスとか、うん、もうライブ配信の重要シーン、はい、まとめ動画をもう切り抜いてくれてる、うん、トゥーランドの小部屋の URL 全部概要欄にございます。あもう全部ギュッとした。はい、全部チェックしてみてください。はい、ね、僕が初めて書いた小説古事記転生の情報も概要欄に載ってますのでよろしくお願いします。はい、読みやすいのでぜひ。トゥーランドブログではいろんなことにチャレンジしておりますので、うん、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。お願いします。ということで明日もね必見でございます。ぜひぜひ見てください。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね。バイバイ。バイバイ。